さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りましょう。すやーすやー、うん、もう朝か。今何時なんだろう。大河くんがお休みの日はゆうたの面倒を見てくれるからゆっくり眠れて最高。かといって何にもしないのは申し訳ないから、もちろんご飯は作るけどね。そういえばずいぶん髪の毛切ってないな。いつも髪の毛くくってるからそこまで気にしないんだけど、ドライヤーする時とか乾かすの面倒なんだよね。この際いっそのことバッサリ切ってイメチェンしてみようかな。でもこのロングの髪が私のチャームポイントの一つでもあるしな。ちょっと切るのは勇気がいるかも。おはよう太郎くんとにゃーすけ。あれ、大河くんとゆうたは？おはようございます水木様。あいつらでしたら外で優雅に過ごしてるにゃ。外で優雅に過ごしてる？ああ、あそこにいるのか。確かに外も過ごしやすくなってきたもんね。大河くん、ゆうた、おはよう。二人とも何やってるの？まあまあ、ゆうたギャング、なんか変な動画見たんでしょう。もう大河くんもゆうたに変なこと吹き込んじゃダメだよ。なんかゆうたがアニメの敵役に憧れたみたいでさ、だからギャングっていうのはこういうもんだぜっていうのを教えてやったんだよ。まあまあ、ミルク持ってきて。どうせ憧れるならヒーローの方にしてよ。そうそう大河くん、私ね髪切りに行こうかなと思ってるんだ。そろそろ私もイメチェンっていうかバッサリ髪切っちゃおうかなと思って。確かに出会った頃からずっと髪の毛長いもんな。短めの水木ちょっと見てみたいかも。それだったら俺も初期からずっとこの髪型だし、水木と一緒に変えちゃおっかな。うんうん、そうしようよ。私も大河くんの他の髪型見てみたい。よし、じゃあ美容院でも行くか。どこにしよう。どっか行きつけある？今調べてみたら桜町に新しい美容院がオープンしたらしいよ。お、いいね。じゃあそこ行ってみる。オープンセールで安くなってるかもだし。よし、じゃあ潰しに行くぞ。アジトじゃなくて美容院に行くんだぞって言ってもわかんないか。お、見えてきたぞ。あれが新しい美容院か。あれ、あそこにいるのってもしかして。おい龍二、何やってんだよ。お前ももしかして髪切りに来たのか。なんだ、タイガたちも来たのか。新しく美容院ができたって言うからせっかくだからここで切ってもらおうと思ってな。ところでタイガ、お前髪を切るってことは髪型を変えるってことだよな。そのつもりだけど、まあ似合ってなかったらまた伸ばせばいいだけだし。頼む、切った髪の毛俺にくれ。いや普通に嫌だし、今までで一番気持ち悪いぞ。ほら店の前で喋ってたら迷惑だろ。早く入ろうぜ。すみません、予約してた結城です。結城さんですね、お待ちしておりました。ヘアーサクラへようこそ。私ここのオーナー兼スタイリストの酒井明菜と申します。どうぞこれからご贔屓にお願いいたします。少しお待ちいただくことになるんですけれど、よろしいですか？もちろん大丈夫ですよ。オープンしたところだし忙しいよね。タイガー、一本でいいから髪の毛くれ。なんか今日のリュウジ絶好調だな。あれ、傭兵？それにメガネも。やっぱりな、リュウジのでかい声が聞こえたからまさかと思ったけど。タイガ氏と山本先輩も髪を切るんでやんすか？そうそう、新しくオープンしたって聞いたからせっかくだから切りに来ようと思ってさ。てかメガネ美容院とか来るんだ。俺が連れてきてやったんだよ。ちょっとでもメガネを垢抜けさせようと思ってな。そうでやんす。もしかしたら髪型を変えたら南條さんが振り向いてくれるかもしれないでやんすからね。確かにメガネくんとかすごく垢抜けそう。メガネのイメチェン楽しみにしてるよ。あれ、山本先輩も来てたんですね。南條さん、みんな勢ぞろいだね。あー、どうしましょう。まさかこんなに来ると思ってなかったから、私一人なのに全部回せるかしら。え、お姉さん一人なんですか？すごく時間かかりそう。メガネのやつ、どんな髪型になるか楽しみだな。お姉さん、アニメの主人公みたいにかっこよくしてくださいでやんす。まずは性格から直しましょうね。おー、
メガネいいじゃん、似合ってるよ。うんうん、絶対そっちの方がいいよ。なんだか自分が見慣れなくて慣れないでやんすね。ね、南條さん、メガネくん似合ってるよね。うーん、そうですね。いつもよりはかっこいいかもしれないですね。ほ、ほんとでやんすか？南條さんに褒められるなんて。よかったな、メガネ。イメチェン大成功じゃん。なるほどな、あのお姉さん、腕は確かみたいだな。やっぱ慣れねえな。こんなに切ったの生まれて初めてかも。今まで結構伸ばしてたからな。傭兵かっこいいぜ。お前そっちの方が似合ってんじゃねえか。傭兵くんってかっこいいんだけど可愛いんだよね。それすっごくわかります。髪切ったらちょっと可愛さ増しましたよね。やっぱり男の人はギャップが大事。なんか拙者の時より傭兵くんの方が盛り上がってるでやんす。南條さん、私と大河くん後でいいから先に切ってきたら。じゃーん、どうですか？お姉さんと同じ髪型にしてもらいました。かわいい。南條さん、店員さんの髪型私もかわいいと思ってたの。特に後ろかわいいよね、このリボンの結び方。そう言ってくれて嬉しいです。私もいい大人なのにこんなかわいこぶった髪型どうなのかなって思ってたんですけど。そんなことないです、お姉さんもすごく似合ってますよ。そうですよ、私はお姉さんを見て決めたんですから。へえ、南條さんも随分変わったな。タイガ氏、大声では言えないでやんすが、南條さん前の方が良かったんじゃ。メガネくん、そういうところだよ、モテないの。第一さ、お前のために髪切ってんじゃねえよ、この変態ロリコンクソメガネ。いい、ごめんなさいでやんす。っていうか、なんで聞こえたでやんすか。やれやれ、じゃあ次、俺切ってくるな。何かお好みの髪型がありましたら遠慮なくおっしゃってくださいね。特にないんで、嫁が喜んでくれたら何でもいいです。あら、責任重大ですね。奥さん愛されてて羨ましい。なんかパパじゃない。パパだよ、そんな悲しい顔すんな。子供は変化に敏感だな。へえ、タイガも随分さっぱりしたじゃん。おい、ミズキ、できたぞ。タイガくん。うんうん、すっごく似合ってるよ。普段営業のお仕事をされてると伺ったので、前髪を上げて顔を出した方がいいかなと思って。確かに視界が随分良くなったな。では奥さんもこちらにおかけください。ここからは男子禁制ですよ。見るまでのお楽しみってわけか。どんな感じになるんだろうな。あのお客様、こんなに長くて綺麗な髪、本当にバッサリ切っちゃっていいんですか？はい、大丈夫です。バッサリいっちゃってください。私にはもっともっと大切なものがたくさんできましたから。なるほど、わかりました。それでは全力でいきますね。ママも変わっちゃった。変わってないよ。ママはずっとゆうたのママだよ。お待たせ、みんな。山本先輩！みずき！すっごくすっごく似合ってますよ先輩。そう、ありがとう。大河くん、どうかな。ああ、めちゃくちゃ似合ってるよ。なんか別人みたいです。ごくドキドキする。何それ、普段の私にはドキドキしないの。違うよ、そういうことじゃなくて、なんか緊張するな。タイガ、もう結婚してんだから、いつまで緊張してんだよ。 うるせえな、慣れないもんは慣れねえんだよ。私もいつもタイガくんにドキドキさせられっぱなしだよ。どうだ、似合うか。うん、なんかリュウジっぽい。むしろリュウジくん味が増したでやんすね。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろうな。バイバーイ。